コンジェスチョンチャージとは、渋滞緩和目的の道路課金のことである。渋滞税とも訳される。本項は、ロンドン市内で実施されているシステムについて述べる。ロンドン市内では、渋滞が日常茶飯事となっており、そのひどさは、ロンドン市内の自動車の平均速度が、ビクトリア朝時代の馬車の速度と変わらないほどである。そこで2003年2月17日、ロンドン市長権リビングストンが、ロンドン市内の渋滞緩和と公共交通機関の利用促進のために導入した。渋滞税課税圏の境界を示す看板ロンドン中心部の特定のエリア内に特定の時間帯に車を乗り入れる際に課金されるシステムである。標識や路面表示に渦のマークがある課金エリア内に車で乗り入れる際には事前に市内の指定商店で決められた金額を支払うことが義務付けられている。観光等の一時滞在でレンタカーを使用している際やエリア内の居住者が車を使用する際にも支払いが必要。ただし、自動二輪車やハイブリッドカー、電気自動車といった環境に優しい車、及び緊急車用、バスやタクシーなどの公共交通機関は免除される。支払いは指定商店以外にも街に設置された専用機、インターネット経由、携帯電話のショートメッセージサービス、郵便、自動車電話でセンターに接続しての支払いや自動引き落としも可能。1週間から1年分といった一括払いもできる。支払うと車の番号がデータベースに入り、ゾーン内にある監視カメラがナンバープレートの番号を認識してデータベースとチェックする。当日24時までに払わないと2ポンドが上乗せされる。その翌日24時までに支払わなかった場合、60から187ポンドの罰金になり、罰金を上乗せした請求書が該当者に送付される。課金権限は自治体にある。2003年2月に導入されてから、渋滞緩和の効果は大とする見方が多いようである。ロンドン交通局自身の発表では、渋滞が 30% 解消され、交通量が 15% 減少したという。しかしコンジェスチョンチャージによる収入は、公共交通システムの改善のために利用されることになっているが、故障などでたびたび止まるロンドン地下鉄が改善されたという話はあまり聞こえてこず、さらには地下鉄も毎年のように値上げされていることから、莫大な収入は果たして有効に活用されているのか、といった疑問が出されている。ロンドン交通局によると、市内に位置する在外交換によるコンジェスチョンチャージの未納額は1億ポンドを超える。納付をしていない交換の多くは、コンジェスチョンチャージは税金だとの見解を示しており、ウィーン条約を根拠に支払いを拒んでいる。未納額は、アメリカ大使館が1154万ポンドと最も多く、日本国大使館、ナイジェリア高等弁務団、ロシア連邦大使館がそれに続く。2011年にオバマ大統領が訪英した際には大統領専用車でバッキンガム宮殿に向かいながらコンジェスチョンチャージを支払わなかったとして120ポンドの罰金が課せられているが、米国側は外交特権を行使して支払いを拒否している。ロンドン交通局は2017年、元ロンドン市長で当時外務英連邦大臣を務めていたボリス・ジョンソンに対し、未納を続ける在外交換への働きかけと国際司法裁判所への提起を要請している。都市の交通渋滞を解消するために、都心への自動車乗り入れ制限を行う政策を導入しようという動きは以前から数多くあり、特にいくつかの国ではナンバープレートの末尾数字をもとに、都心への乗り入れ可能な日を設定する政策が取られた。一方、こうした一律の命令ではなく、税や課金の導入によって、自動車での都心乗り入れコストを上げることで、都心乗り入れを経済的に不利にして、交通数を減らそうという混雑税導入の案は、多くの都市経済学者や交通経済学者によって提案されており、1998年の時点で、オスロ、ベルゲン、トロンハイム、特にシンガポールで取り入れられていた。ロンドンのような大都市によるコンジェスチョンチャージ導入と、その効果は、エディンバラなどイギリスの他都市でも導入の動きが出てきているなど、イギリス国内外に波及しつつある。導入当初は1日あたり5ポンドであった。2005年7月4日以降は1日あたり8ポンドになり、2011年1月4日にはエリアが縮小したものの1日10ポンドに値上がりした。ただし、エリア内居住者は9割引き。abhttp://www.bbc.com ニュース UK ポリティックス -38991069 https://www.the3co.uk アーカイブズニュース 674,199 オバマモーターケイズ -120 コンヘスチオンチャージファイン。ありがとうございます。